きもの国の高めの金打つ駿河の海に響くのは磯打つ波と次郎長のその名称える孫の歌雑に娘が音頭取り惚れてみたいは清水の人よ三国一の男ぶり文久三年9月の末、清水港の樫本次郎長、奥まりました人は、頭だった身内を15、6人呼んで、何か相談しているところに、小政が黒ごまからの喧嘩状を持ってきました。黒ごまに頼んだか。宮島なら謝るが黒ごまじゃ謝れねえ。相手にとって、鉄則はねえ、黒ごま活動。しょうがねえ。行こう。半ごろ、へい。承知したという返事を書け、へい。急ぐな。ゆっくり書け。黒ごま、お名主のせがれだ。字を見て笑われんな。今持たすんじゃねえ、書いたらそこ置いとけ。小政、へい。小岩はいるか？表に待ってます。俺が会おう。次郎長自ら入れてくる。小岩の前に丁寧に。お使い様でご苦労様。初めてお目にかかる山本長五郎。通称清水次郎長でござんす。黒駒活動の子分。小岩と申します。お使い様でご苦労様。手紙は次郎長が確かに拝見した。返事は後から使いを持ってやりますと、黒ごまの人によろしくおっしゃってください。ご丁寧なお方はありがとう存じます。もうご用はございませんか。清水、なんだ、忘れ物はねえか。忘れ物はねえはずだ。岸に勝った立派なお方、縁と命があったらまたお目にかかります。お邪魔しました。ごめん。ピュー。小岩が帰る後ろ姿をじっと見送って、次郎長が、みんないたか。え、今の小岩の一言を聞いたか。聞きました。忘れ物はねえかと言ったな。はい。何を忘れたか知ってるか。ずいぶん探してんな。何にも忘れもんねえんだろう。あいつ何を忘れやったんでしょう。侍で言うとこういう役を使者というだろう。はい。侍の使者という二字は大したもの。これが親の仇と分かっていても切ることはできねえ。博打打ちゃ使者も格もあるものか。こういうものを持ってきたやつの命はその場でなくなってしまう。小岩という人は自分の命をてっぺんから捨ててかかった仕事。俺が出てったから、ああ清水が切るんだなと思っていたら俺が切らず、優しい言葉はやったから、忘れ物はねえかと言ったな。小岩の首がいらねえかと聞いたんだ。へえ、お粗末な野郎なんちゃ。首を何だと思ってやんだろう。親分、あいつはバカですね。バカは承知でなったヤクザ稼業。バカでねえと男になれねえ。笑いながら次郎長がそのまま入る。また奥の間、大勢の子分手元に集め、今半頃が帰った。
た返事みんなの前に差し出してさ、誰でもいいからこの返事をすぐに黒ごまんとこに持ってつくれ。おっと待った、そういっぺんに手を出すな。い世間の人は黒ごまを鬼と言ってるが、強いばかりが鬼じゃねえ。金に困ると堅気の旦那方をいじめて取る。あまり物が乱暴だから鬼という。俺は小岩を達者で経営したが、あの黒ごまは俺の使い分けすめ。きっとあいつが切るだろう。さて死ぬ人間にお前行けとは俺が言えねえ。贅沢なようだが次郎長が苦情をこさえる。当たった人が運の尽き。黙って言ってもらいたい。早速子さん言うたくさんなくじ、大勢の子分代わり代わりにこれを敷く。当たった人が余人でない。終わり名古屋の前にして、元は桶屋のせがれだが、桶屋を嫌ってヤクザとなる。次郎長さんの子分の中、本名桶屋の吉五郎、あまり喧嘩が強いので人あだ名して、あれが終わりの鬼とて、持って生まれた乱暴者、くじが当たって喜んだり。よっ、ありがてえな親分。わしが当たりまして。ありがてえって、お前無人が当たったんじゃねえで。そいつを持ってくとおめえの命はなくなるぞ。あなた分かってますよ。この世の中に生まれてきたと思うから命は欲しい。まるっきり生まれてこねえもんだと思えば命はいらねえ。ああ、諦めようがいいな。じゃあご苦労だ、行ってきてくれ。はい。知っての通り小岩がしっかりしていたから、小岩に負けねえようにやっつくれよ。黙っててもらいてえね。他のもんが行くんじゃねえ、終わりの桶屋の吉五郎が行くんだ。小岩に負けてなるもんかってんだ。だけどね親分、あなたの知っての通り私はね、生まれついて口部重宝、大口は聞いても小口は聞けない。わしはこのくだらねえことは何だって喋るんだ、まとまったことがちっとも言えねえ。第一、あの挨拶ね、あれがどうも具合が悪い。だから向こう行ったって、あのさっきの小岩みてえに初めてお目にかかります、手前は何の何がしでございますなんてあんなこと言いませんよ。そうか。ただ一言言う。なんて言う。清水一家終わりの桶屋の吉五郎、喧嘩状の返事を持ってきた。誰でもいいから受け取れ。なんだそれ。おい、そうするのは何でしょう。誰か出てきて受け取るでしょ。受け取る。受け取ったら最後だ。何が最後だい。向こうが喧嘩状を受け取ったと同時に、私が長脇出しの鞘を払って大勢の中に切り込むが、まあ、何人切るかって分かるね。いけねえなら乱暴しちゃ、死ぬ人間だら乱暴させてくんねえ。じゃあおめえの自由にしろい。はい。それから親分聞きたいのは、私は知らないけど、天保時代の侠客で赤城の山も吹き下ろし、坂東太郎が利根川の流れで産湯使いました。上州生まれの長脇座し国定村の親分で、長岡忠治という人は、親分偉い人だったってね。ヤクザに強いが堅気に弱い、盗みはしたが指導はしねえ、あるとこから取りつけねえとこに恵んでやる。世の中平らにして人呼んで世流し大名人、忠治はヤクザの鏡だったな。そうですってね。あの人の子分で日光円蔵ってのがあったでしょう。子分じゃねえ、孫と洗えば兄弟分、日光今町無宿大天狗学太郎、日本一の旅人が忠治の心に惚れ込んで
弟分の杯をもらい名を日光円蔵と変えた。あれが忠義の番頭役。物事出世をするのには話し相手番頭役が肝心。円蔵があったから忠義は男になれた。忠義の番頭は円蔵よ。なるほど、お前さんの番頭は俺だ。なあね、やべ、あのなんですってね、赤城山で忠義と島の伊三郎の町の時には日光円蔵が喧嘩状をつけたんですってね。そうだ、あん時の親分円蔵の姿が良かったね。そうか、早受けしょって言った。早受け、俺の命を取ってくれ、茂は桶の中に入れてくれ、後から身内が飛んにくるって短歌切った。わっしゃもあれが好きでしょうがね、どっかでいっぺんあいつをやってみよう、やってみようと思ってね、今日はちょうどいいからわっしゃ円蔵の真似するよ。何すんだよ、桶しょってくんの。よせみっともねえから、もう死ぬ人間だから自由だよ、さつくんねえ。じゃあおめえの勝手にしろい。えちょいとおやぶ待ってつくんねえ。パッと表へ飛んできて近所の早桶屋へ行きました。こんにちは、いらっしゃい。一番の早桶くんねえか。早桶、ああ、誰か亡くなったんですか。これから亡くなりに行くんで。あれ、誰が亡くなるんです。俺は亡くなんだ。俺は亡くなっちゃうんだぞ。偉いだろ。偉いがねえな、別に。お前さんが入るんですか。そうだよ。ああ、お前さんじゃ一番でなきゃ間に合わねえ。体が大きいからね。よっ、だっこいしょと。これが一番ですな。これでいいますか。これ一番か。はい。小さいな。小さいってこれより大きいのありませんよ。じゃあそれでいいや。はい。ちょっと蓋取ってみな。中いっぺん減ってみるから。向こう行って体が大きいなんて手足を切られて縁起が悪いから。いっぺん試したよ。なんだ、嫌な試しやんな。はい、蓋取りました。じゃあ入るぞ。はい、押さえとろ。はい、いいよ、どっくりしょと。ああ、ちょうどいいや。これいい気持ちだな。初めて言ったけど、蓋しろよ蓋。うるせえな本当に。蓋しましたよ。どうです、中の具合は。住めば都の風が吹く。のんきな男があるものよ。早おけ担いで鬼吉が戻ってきました。親分前。じゃあ親分行きますよ。大きなもんしょってやったな。これは喧嘩場だ、落とすなよ。大丈夫ですよ。喧嘩場は海中に支度ができました。清水港を入れました。途中何の話もなく着いたええところが富士郡。その頃名代の親分は宮島と沈む宅の表を見てあれば、かがり火が焚いてある、竹槍が組んである。大勢の子分が山のようにたがってわー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 騒いでいます。おい、まだ何か清水から返事は来ねえのか。まだ来ねえんだよ。どんな奴が来るだろう。どんな奴が来るか知らねえが、清水一家みんな強いってな。何、強いったって触れてない。構わねえから返事を持ちたら切ってめえ。俺が切るで。え、俺が切るで。何、俺だ、俺だい。言ってるところに鬼吉が早おけ担いでやってきた。しょいと眺めて驚いた。あっさらしが随分大勢やんな。こんなに大勢いるとは思わなかった。野郎なんか言ってやんな。え、返事を持ってたら切っちまえ。俺が切るんだ、俺が切るんだすってや。無邪気な野郎だよ、この野郎。俺を切るつもりでや。けどつもりだけでも偉いもんだ。こういうやつは大勢を頼みにするから一人と一人じゃ弱い。真の度胸のねえやつで下からでっとつけ上がる、上から出ると弱い。
この野郎頭からいっぺんかわいそうだ脅してやろう。やいこの野郎。あ、びっくりした。なんと大きな声出しゃん。なんだなんだ。なんで大きな声出しゃんだろ。なんか売りに来やがったんだから。なんだおめえは。清水一家終わりのお部屋の吉五郎、喧嘩状の返事を持ってきた。黒駒が鈴岡、宮島と静岡、どっちか一匹だぜ。この野郎だよ。え、終わりの鬼吉強いんだぞ。森の石松が死んでからこいつが一番強いんだぞ。すごいなおい。俺も喧嘩嫌になっちゃったよ。お前これ切るか。何、これ切るか。俺か。うん、ダメだ。え、ダメだ。俺は今日腹が痛くしょうがないんだよ。どうしよう。どうしようってしょうがないから、もう親分呼んで、親分よ。お叱りなすってください。桶屋渡して古文が奥に飛んでくる。奥まりました一間。黒馬勝蔵と宮島と静岡差し向かいで祝い酒に余念がない。親分。なんだ。清水から返事が来ました。来たか。へえ。終わりの桶屋の吉五郎という恐ろしい威勢のいい野郎で、喧嘩状の返事を持ってきた。黒馬勝蔵か宮島と静岡、どっちか一匹出せーと言ってや。どっちか一匹言ってやつくね。バカ野郎、真似しやがって。そんな威勢のいいやつか。お前さん、喧嘩状何本やったんです。一本でしょ。向こうじゃ返事を持ってきましたよ。あら、みんなに一本作れんに違えねえ。大きな桶いっぱい持ってきました。なんだそんなに持ってきやがったんで。まあいいや、今日でいい。バカな話をするようだが、喧嘩は俺が慣れている。俺に任しておきねえなと言葉を残して立ち上がりしよう。黒駒勝蔵、年の頃なら四十と五六、色の濃いでっぷりとした立派な男、犬になってもどころ、犬になれとはよく言った。この人の取った親分が悪かった。歌の文句に残ります。武井のどもやす鬼より怖い、どどとどもればえる人を切る。武井康五郎は十人力の力があったそうで、度胸がいっぱい、どもりで気が短い。一人と一人の喧嘩ではこのくらい強い男はないといったくらい。しかし乱暴者で、お上の旦那方にお手向かいをすることどどあった。それがために武井一家はお上の旦那方に大変憎がられて、ついに古文黒駒勝蔵までが甲州にいることができなくなって、なんとかやけだってんで自ら悪人となり、甲信二カ国を荒らしてこの東海道へ逃げてきた。で、親分のために悪人になったんですから、本当に気の毒な男で、元はお名主のせがれ、相当もののわかった黒駒勝蔵、長脇差しの繰り方を左の手で握って悠々と表へ出てきました。ふっと見ると大勢の中で怖いとも何とも思わないで、早起きへドカッと置いて、その上頬杖買って待ってやる。ああ、この野郎だな。てめえずうずしい野郎だ。清水一行、終わりの鬼吉。清水一行、終わりの桶屋。はあ、耳が遠いな、こいつは。終わりの桶屋。
手やんで、こいつは。起きろ。はぁ、うるせえな、ガガガガ、さみまって。やっちょうど肩叩きがあって。一分やべえ、わかってらい。つんぼじゃねえや。つんぼじゃねえのか。三里先の内緒話が聞こえろ。いい耳だな。おめえが終わりの、俺が終わりの来て頃だ。なんだてめえは。仁義の知らねえやつめ。博中町のぶしの上がり。仁義をわきまえとおかねえとてめえはいいが、親分次郎長が笑われるぞ。こりゃ黒ごま活蔵だ。名前は聞いておりますと、お目にかかるのは初めて。あんたが黒ごまのカッツァンか。いやあ、トンカッツァン。なんだこの野郎、トンカッツァンた。返事を持ちたか。持ちきて。今出すから待ったろ。さ、受け取れ。ご苦労。あった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 。受け取ったら気をつけろよ。何かせんのか。お前さんが喧嘩状を受け取ったと同時に、おいらは脇差しの鞘を払って大勢の中に切り込むが、何人切るかわかんねえぞ。大変な野郎よ、やったな、清水め。待て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 、おけや待て。大きな恋じゃ言えねえが、おめえに暴れてもらうと俺が困る。困る？うん。俺が怖えか、バカ。てめえみてえな素やっこが二十三十束になってかかっても驚くような俺じゃねえが、てめえ暴れると切るぞ。切ってくれ、切りたかはねえ。俺の子分の小岩が切られて帰ったのなら、いやでもお前を切ってやるが、俺の子分が達者で帰ってきたものを、お前を無事に返さなきゃ、あの次郎長に義理がすまぬ。喧嘩喧嘩よ、義理は義理、卑怯な喧嘩はしたくない。そんなに命がいらねえか、腹に答えのあるやつよ。おけや、そんなに命はいらなかったら、来月4日喧嘩場藤川べりで、黒駒勝蔵これにありと言ったら、終わりのおけやと名乗ってまい。その時には見事にてめえを切ってやろう。今日は達者で帰ってくれ。ほっ、喧嘩は喧嘩、義理は義理とおっしゃるか。でもまあ、ことの分かったバカ野郎め。もう何やんで。何やバカだよ。おい、切れ。じゃあ今日は残念ながら助かってけ。そうと知ったらこんなもん持ってくんじゃなって。何この目方が軽いが、画界が大きいから持ちにくってしょうがねえ。弱ってない、こりゃ。あのね、梶本。梶本。なんで？の初めてのうち手ぶらですいませんでしたね。何か土産と思ったがろくなものはねえんでね。これはほんのつまんねえもんだけどね。どうせ一平いるもんだから。いらねえよバカ野郎。こんな縁起のあるやつはねえの。いらねえよ。まあまあ遠慮しねえで。遠慮するよ。おい持ってけ。おい、お持ってけ。おいおい、あれ置いてっちゃう。しょうがねえな、あいつは。呼べ呼べ、誰か呼べ。おーい、持ってけよー。いらないよー。おめえ入れー。大きいやいバカ野郎。とんでもないやつ。うちに帰って上長に話をしたら、
清水は腰座をたたいて喜んだ。文久三年の十月の四日の夜、名題なりける東海道、藤川べりで、次郎町と黒駒の間違いの粗末は、ちょうど時間となりました。またこの後の出演です。桶屋の喧嘩場であります。